chocolate. Koalas come from Australia and can sleep 80 to 20 hours each day. そう、コアラってすごい時間たくさん寝るんですよね。でね、なんでそんなに寝るかっていうとね、ユーカリの葉っぱがどうもそういう作用があるらしく、頭がぼーっとするらしいです。でもそれを解毒するできる動物ってコアラしかいないと聞いたことがあります。さっきはですね、あんまり見れなかったんですけど、パンダがいますね。かわいいですね。笹ばっかり食べてますね。これもパンダになりたいな。ここもパンダコーナーです。あそこで笹食べてるね。パンダの数が圧倒的に違うね、日本とはね、うん、それでパンダの俺タービエンを見て思い出したんだけど、上野でさ、シャンシャンかな、生まれた時に日本で大騒ぎになって、もう行列並んでさ、見ようとしたことがあったの。そしたらさ、まだ公開前で、その代わりと言ってはなんだけどっていう感じで、パンダのうんこをなんかビニール袋に入れて嗅がされたことがあって、どんな匂いなんだろうと思ったら、全く匂いないのね。やっぱり草しか食べてないから。でそれはね、やっぱり動物園って結構匂いとか気になるけど、パンダって全く臭くないなって思った。一ついいとこ見つけましたね。ここもパンダ、いつの間にかこんなところに来てました。まあ熊とはいえ愛らしいですよね。あ、ちっちゃいパンダの赤ちゃんの模型がありますよ。模型じゃな、微妙だけどさ、こんなに小さいパンダの赤ちゃん、あ、どんどんちっちゃくなっていく。ほら、逆だよね、普通ね、こっちから見るよね。お、パンダの、こんな感じ、こんな感じ、生まれたばっかのパンダ、こんな感じだった。どうやって作ったんだろうね。型を取るためにこのままなんかロードを流したんじゃないだろうね。暑いもんね。ここの動物園の特徴として、上になんかロープウェイが張られてます。わかります？そうそう、こんな感じ、こんな感じで、なんかこれはまあ多分別料金なんですけど、そうするとこのパンダがこう上から見えるみたいな。見てもいいかなと思うんですけど、ちょっとね、時間的にもあれかなと思って。でこのブランコ、これが多分パンダが遊べる用のやつみたい。すごいね、パンダにとってはめちゃくちゃパラダイス的な感じでしょうね。笹も鬼ほど生えてるし。ここの動物園に来てですね、3時間ぐらい経ちましたかね。まあね、さっきね、僕今フランクフルトをね食べて注文したら、もうなんか隣の人がなんかガッて来て、俺はアイスとか言って、で僕その時お釣りを待ってたんですけど、その僕の友達だと思ったのか、なんかお釣りが返ってこなかったんですよ、全然。でなんかその人にお金請求しないで、だから僕が払ってると思ったのか知んないけど、ちょっとって思って、これ俺8元お釣りちょうだいって、この人友達じゃないよって言ったら、なんか結構中国人ってそう謝んないとか、結構そういうイメージあったんですけど、普通にあ、そういうことだったのごめんねっていう感じで言ってきてくれて、なんかそういう、まあ、勘違いしてた部分とかも結構あるんだなって思いますね。やっぱり行ってみないと分かんないことってたくさんありますよね。これもなんかもう一周した気でいたんですけど、まだ半分あんのかな、これもしかしたら。なんか新しいゾーンに来ちゃったんですよ、猿の。餌が、あ、鯉の餌か。あ、これ鯉だ、ね、鯉に餌あげてんだ。まあ、どこの国も一緒ですね。ですね、この動物園今出たんですが、もしバスとかで来る方気をつけてください。こういうことになってます。だいぶね、
並ぶっぽくて、でなんか聞いた話によるとですけど、これね、 今からこのバスパンパンになります。で聞いた話によると、このタクシーこれとかは大丈夫だと思うけど、なんか違法のタクシーがね、やたらあの多いらしいんで、まあ安全なのはやっぱバスかなと。タクシー乗ってる人もたまにいますけど、まあバスが一番、うん、安全かなと思います。値段的にも高くないですし、こんな感じです。まあいろいろ方面に分かれてますけど、時間の時刻がこんな感じですね。あ、これはあれだ、もう一個のこの敷地内にあるなんか鳥のなんか動物園があるらしいです。そこに行くためのバスでしたね、今のは。まあ30分に1本とか10分に1本とか、うん、多いところだと出てるんで、そこまで。あ、だけどでもすげえ混んでる、あのバス。たまたま俺は歩いて帰れるからいいけど、こういうのやっぱそういうの乗ってくるの大変ですからね。まあ来る時があったら気をつけて、まあ、交通手段はまあいろいろ考えてくださいということでした。